シンボルのつばめマーク JR バスは JR 旅客鉄道会社6社の子会社が運行するバスの総称である。略称 JRB。元は日本国有鉄道が鉄道路線の先行開業などとして運行していた国鉄バスを1987年4月の分割民営化に際して JR 旅客鉄道会社が事業を引き継いだものである。民営化時の合意により、 本州三社は、翌年4月に子会社を設立して、バス事業を分離、子会社化した一方で、三島会社については直営とされた。その後、2000年代に三島会社のバス事業も、相次いで分離、子会社化され、2004年の JR 四国を最後に、バス事業の分社化が完了している。ただし、2011年に、東日本大震災により被災し、 BRT として運行中の大船渡線と気仙沼線に関しては JR 東日本が運営している。またこれら路線のバス車両は JR 東日本が保有しているが運行に関する業務は地元バス事業者に委託されている。近年では沿線の過疎化により JR 北海道バスの札幌都市圏路線などの例を除いて一般路線バスは 全体的に縮小傾向にあり、特に JR 東海バスでは一般路線バス事業から全面撤退している。その一方で高速バスには積極的に力を入れ、昼特急や夜行高速バス、ドリーム号のようなドル箱路線が透明、名神を走行する路線を中心に多数存在している。社名について発足当時はアルファベットを称号登記できない事情もあり、 社名を JR とカタカナで表記している。その後、商業登記規則の改正によりアルファベットの登記も可能となったが、2012年7月1日に JR 九州バスが JR 九州バスに社名変更したのを除き、各社ともカタカナ表記のままである。JR 時刻表などでは、JR バス、関東などのように JR バスで表記されている。 ただし、JR 北海道バスのみは、他の JR バス各社とは異なり、JR 北海道バスとは表記されない。民営改善は、国鉄バスを参照。JR 九州バスの車両を除いて、ほとんどの車両の車体側面には、ツバメが描かれている。このうち、JR バス東北及び JR バス関東以外の車両には、ツバメの目が描かれていない。 JR バス東北、JR バス関東、JR 東海バス、中国 JR バスは4社共通したカラーリングの車両が在籍。ありがとうございます。